トリートファイター6と戦ってきたわ。このまま歩いてたら俺は死ぬ。おー、ファッキンルー。俺ってモブなんだなと。羽生えてた4枚。ウィザーズ抜けじゃないっす。ルーザーズ抜け。ガンメタルハンマーにしょられたよ。まあでもとりあえず2日目にはね、いけたからまあまあまあ。あれルーザーズ、最後に戦ったのがウィナーズで負けてルーザーズに行ったって感じかな。1戦目ケン、2戦目キャミー、3戦目ルーク。ストリートファイター6と戦ってきたわ。本配信でハリケーンの顎がどこなのか盛り上がってた？盛り上がんな、そんなもんで。みんなと同じとこについてるから、顎は。ハイレグキャミーいたら対戦中集中できなそう。普通に集中できないね。うん。コスプレイヤーはやね、みんな可愛い。すごい。そう、マリーザのコスプレの人もいたよ。だし、ネモさんとも喋ったし、そう、リアルでご結婚おめでとうございますも言えたし、フェン様もいて、フェン様はフェン様だったね、本当に。可愛かったフェンサーは。もう俺が行った頃にはもうプール抜けてたね、フェンサーは。相手の MR って分かんの？いや、分かんない。でも MR なんて分かんない方がいいよ。うん。正直。意識しちゃうから。そう、ゼロストがウィナーズ抜けってのが俺は。すげえなって思うし、ちょっと悔しい。まああいつもでも言うて最近一番頑張ってたしな、偉大さんも。いやでも今日マジで危なかったんだよね。4時過ぎぐらいに着いてさ、自分の試合まであと3時間って時に俺絶望したのね。無理だ、このまま歩いてたら俺は死ぬって。そしたらウォッチパーティー出れることになって、ずーっとウォッチパーティーでダラ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 してたわ。コスプレしてる人はいっぱいいたよ。マリーザとか。てか普通にウォッチパーティーしてるときに飲み物とか持ってきてくれるバニーガール、バニーガールなのかなあれって。なんか普通にエロすぎて困った。普通に目の前にケツとかが来て焦った。お、ケツってなった。いやマジで普通にお尻ってなった。お尻だ。明日はトップ16じゃない？まあ多分明日はさすがに今日よりかは人が少なそう。結構会場ね、暑かったわ。3日目は行かないかな。うん。でもミラー配信の許可もらったから配信すると思う。いやおもろかったわ。でも今日の MVP はおぼやね。おぼあいつが11時間歩き回ったおかげでみんなもいろんな配信見えたっしょ。いや現地配信ね、無理。正直自分の予定ある人は、俺もやろうと思ったんだけど無理やったね。そう、まず回線込みすぎってのもあったし、そもそも人が多すぎた。いやでもその中やったオッボはすげえよ。シンジがビッグバボコボコにした時は感動。いやーほんまな。いや俺も見てたんだけどさ、シンジ VS ビッグバード。なんか最初は1ラウンド速攻取られてさ、うわーってなったけど、あのマリーザの置き攻めの台形にさ、シンジがジャスパ取って、で大スクリューからドライブラッシュ2択5回ぐらい通してそのまま勝ってさ、ビッグバードがつってビッグバードブチ切れて帰ったからな、国に。でシンジがこうやってガッツポーズして、すごかった。あいつビッグバードに勝ったけど、その以外には負けたからあいつは。ハリケンさん最後マジで惜しかったです。いやガンメタルハンマーがよ、本当にガンメタルハンマーがお前俺の脳天にお前パコッつって、お前俺がおめえズームパンチのところなピョンってお前がメタルハンマーパンツでお前最後お前応募が言ってたけど海外ニキがおーファッキンルークって言ってどっかいなくなったらしいぞ。俺の試合を見てくれて俺の試合を見てガンメタルハンマーが当たったしファッキンルークつって帰ったらしい。ゼロスと現地で見てたけどなってたよあいつなったとうとうだからあれだよね。だから俺がハンターハンターのヒソガだったらもうそろそろキャリッカの時間だよね確実に。それだったらでも正直こういうオフ大会で強くなるからな人間。ザクレイは鉄拳出て鉄拳のプロから1本取ってたあいつはもうなんかね普通にマジで多分この世界ってのこのゲーム業界ってのはやっぱああいう主人公のためにやっぱ用いられてると思う。やっぱなんか本当にゼロスじゃねえザクレ見てるとあ俺ってモブなんだなと思うもん。俺見えるもん俺ザクレめっちゃ話しかけてくんのね来てくれんのねでどうだったっつって俺その時後ろに見えたもんバッサーって背中バッサーで女神こうでここにゲームの G って書いてるここに G って書いてる女神様をパーっているもん絶対俺見えたもん眩しいっつった、うん、羽生えてた4枚バサーバサーが生えてた。ちなみに俺の後ろには俺の先祖がいる俺のばあちゃんが唐揚げあげながらジュワーっつっているから占い師の人に言われたんだよね俺先祖にめちゃめちゃ好かれてるからその人たちに守られてますっつってなんか多分俺の後ろには5人ぐらいの俺の先生がみんな唐揚げをあげながらチュワッつって多分いると思うよ。光側おめでとう。シンジツイートしたシンジのツイート多分クソおもろいぞ。いい写真撮ったからな。シンジのツイート見たいな。ツイートしてないあこれシンジのこのツイートマジおもろい。これがウィナーズ向け。これみんなウィナーズじゃない2日目行く人たちね。1日目残った人たち敗北負けた人たちがおもろいわ。釈迦さんの顔がおもろすぎるマジでガチでおもろいXキーのツイートムカつくんだよなでもおもろかった。いやまあでも確かに高木がね来れてないのは確かに俺もちょっと悔しいな。高木がジュニアさんぶち倒すのをちょっと期待してたんだけどまあしょうがない。三つはしゃあねえ。